終わっちゃったね、文化祭。楽しかったな。そうだな。俺さ、実はお前に言いたいことあるんだ。え？ずっと言いたかったっていうか。そうなの。いいかな。言って。俺、やっちゃったんだよね。やっちゃった？万引き。万引き？そう、文化祭の買い物するとき、スーパーでポテチ万引きしちゃって。これさ、まずいかな。あー、いやー、まあ、まずいんじゃない？普通に。そっかー、やらかした。誰にも言えてないからさ、相談したくてさ。え、待って、告白する流れじゃないの？まあ、告白だよ。罪のじゃん。そうそう、だからずっと言いたくて、でも文化祭もあるしなって。そんな感じで文化祭やってたの？そうなんだよ。だからもう罪悪感でも全然文化祭集中できなくて。でもこれ言ったらさ、文化祭超楽しみにしてたお前に迷惑かけそうだったし。ああ、そういう気遣いはできんだ。そっか、やっぱ万引きはダメだよな。てか、ちょっと待って、告白ってさ、私のこと好き的な、そういうあれじゃ。ああ、好きだよ、好き好き好き。え、もちろん好きなんだけどさ。は？いや、最悪でしょ。流して言うなよ、告白。え、好き好き好きじゃねえよ。二人で前日準備してたあたりからもう告白確定だと思ってたのに。何これ。ごめん。なんかお互い無言になる時間とかもあってドキドキしてたのにさ。あ、ごめん。お前が万引きしたポテチ美味しそうに食べてるの見たら、なんか罪悪感すごくて。いや、あれ万引きしたポテチかよ。あと、まだ告白しなきゃいけないことがあって。怖いよ、もう。何？お前の財布から毎日200円抜いてた。は？ほら、お前結構財布とか置きっぱにするから。マジで言ってんの？ごめん。あんた、いい感じになってる女子の財布から金抜いてたの？いや、あのさ、この年の200円って結構だよ。あ、でも待って、その200円のうち100円はお前におごってたリプトン代だから。いや、それおごったって言わないから。確かに、どっちかっていうとキャッシュバック。殺すよ。あ、ごめん。でもさ、あまり財布を置きっぱとかしない方がいいよ。世の中どんな人がいるかよくわかんないから。それは今日でよくわかった。あと最後にもう一つ。いい、はあ、まだあんの？多分信じられないかもしれないけど、はあ、でもこれ言ったら失望するかも。もうしてはいるんだわ。で、何？俺らのクラス、チョコバナナの売店だったじゃん。うん、あんたが絶対チョコバナナの売店がいいって譲らなかったからね。うん、そうなんだけど、俺バナナ苦手なんだよね。は？マジで？うん。え？いや、そのせいで大変だったじゃん。チョコバナナにするかどうかでめちゃくちゃ揉めて、篠原と田中がつかみ合いの喧嘩してるのとか、どんな気持ちで眺めてたの？いや、青春だなって。俯瞰すんなよ。てか、なんでそこまでしてチョコバナナにしたかったわけ？なんか、後々文化祭でチョコバナナの売店してたって言えたらエモいなって思って。怖。でも、全部言えてすっきりした。ありがとう。やっぱ、お前の前だとなぜか素直になれるんだよな。え？あ、え、何この空気。俺と付き合ってほしい。いやいや、無理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 。